SNS でトコジラミ調べちゃう。今日もまた SNS をトコジラミ情報をスクロールしてしまった。こんな経験ありませんか？特にトコジラミのような不快なトピックが話題になると、気づいたらネガティブな情報に囲まれて何も手につかなくなっていることも。ここではそんな私たちがどうやって SNS と上手に付き合い、メンタルヘルスを保ちながら生活の質を高めていけるかについてお話しします。人は欲しい情報を効率よく得るために、その他の情報は自動でカットされます。特定の情報に集中するあまり、他の重要な情報を見逃してしまう現象があります。2024年にトコジラミを知った人は、殺虫剤が効かない、家にいたら終わりなどのワードからトコジラミの情報を知り、マイナス思考なスタートを始めています。トコジラミを恐れる気持ちを無意識に正当化させるため、マイナスな情報しか目に入らなくなります。信じられませんが、駆除に成功した人の情報などはスルーしてしまう状態です。そのマイナスな気持ちは日常生活や仕事、プライベートまで影響します。メンタルがやられます。メンタルを守るための具体策、悪循環の輪を断ち切るために、一つ楽しいことを入れましょう。でもバラエティ動画を見ても落ち着かない、好きな音楽も耳に入らない、動画だけだと動画に集中できずに悪い考え事をしてしまいます。そんな時は聞く読書をしながら身体を動かすのが一番です。 Amazon の聞く読書オーディブル、 CM で犬が喋ってるやつです。プロのナレーションはすごいです。引き込まれます。さらに聞きながら家事やストレッチも一緒に行えば、意識はこの2つに集中します。他の嫌な考え事などに頭が回らなくなります。生活の輪の中に一つでも楽しいことが入り込めば、それが巡って全てが楽しくなる一歩になります。というわけで、動画や聞き慣れた音楽より聞く読書しながら身体を動かすがおすすめです。1ヶ月無料で聞けるので、ぜひ試してください。自動更新ですが、解約は簡単なので、25日後くらいにアラームかけるの忘れずに、まずは一度聞いてみてください。良いならいいし、合わないなら合わないでいいんです。まずは一度試すことが大事です。概要欄から AUDIBUL にクリックできます。まとめ、トコジラミの被害は辛いものがあります。しかし今しかできない生活、趣味、遊びなどもあります。適切なバランスになるよう自分自身で少しずつ調整しましょう。トコジラミ警察でした。